前より絶対大鍋サムネイルがね、引き付ける感じでやんねやろ、どうせ。それはもう、任せて。8サムネイル。チャラそうやな、あいつ。あれでしょ。チャラそうやな、あいつ。お前すごいな。いや、ほんと。すごい分かるね。まず、さやちゃん。それいる？僕の同級生の宇佐美選手の、ファンのさやちゃんです。見てる人知らんやん。あきとくん、誕生日おめでとう。見てる人知らんやん。クエさん、久江さんやろ、たぶん。幻の魚みたいな。ということで、はい、ということで、お久しぶりです。お疲れ様でした。いいよ、折れちゃうから終わった。君やから終わった。あ、本当ですか。あの犯人みたいな。ちょっとじゃあ、ちょうどいい感じです。あのさっき俺こういうやってたんですけど、あれでよかったですか。よかったです。あ、よかったです。言いわけないやろ。編集まで集中してまずじゃないと、もう俺の価値が下がるような話をしてくるから平気で。今まで必死に積み上げて頑張ってきたものは、この人のデリカシーで壊されるなんてのは。でも協力はするよ、もちろん。たかしのあれのコメントで、あ、宇佐美くん見る目変わったっていう人多かったよね。俺の動画見て。どっちの意味ですか。いや、よくなった。俺、そういうの上手いよね。結構、俺、自分を落として相手を上げるっていう。だから、それ分かってるな。はい、これそういう風に頼む。編集ですか。そういうことや。全然食べてや。はい。そんなそんな低レベルな、もうボケ。コマさんといてよ。いやいや、俺今日今年もクソやったから。クソじゃないよ、俺見てたけど。そんなにクソじゃないよ。じゃあちょっとはクソやった。もうでも俺の生活見てるやん、藤枝が。まあ、あのあれやろ、強制収容所みたいな家やろ。強制収容所。ただコーヒーだけは美味しそう。コーヒーやばいよ。で持ってきたよ。オイル入れてんの、あれ。あれどうやってんの、あれ。色なんで変わんの、混ぜたら。 YouTube で見たけど、あれミキサーに入れた瞬間に。そう、ミルクも入ってること。油で茶色くなんだよ。そう、でも油、体の中に残った余分な油って油でしか落ちひんっていうもんな。そうな。そうだから、体の中に残った油の不純物は良質な油でしか落とせへんっていう。だからモデルの人とかさ、油は油で落とす。油多めに取って。そうで、こう油めっちゃ好きなタレントおらん。あの、腸活してる人じゃん。そう、女の人。うんち食べる人やろ。名前知らんけど。鈴木圭子。いや、違うけど。うんちの仕事してる。うんちの仕事してる。うんちの仕事してるよね。そうです、肉方がいる。ね、腸活やろな。あの、腸活って、腸のこう、あ、腸どうやってこう、やろうかな。あれ全部手出そうとしてる。器用貧乏なんだよ。逆に何がいい、何したらいいと思う。まあ、YouTube は続けておいてほしいね。面白いし。嬉しいな。YouTube はだから、まあ、でもまあベースでやるのは危険やから。ベース吉本。ちょっと分かるけど。違うことなんかやりながら、こう YouTube もあれば、だからね。じゃあ、普通の仕事して20万稼げて、YouTube でも20万稼げたら40万稼げる。それでかいね。余裕でいいって言える。やりたいなぐらいの。億万長者もならない。ならなか言ったよ。いや、億万長者になってきてる人たちって、ならなあかんでなってる人とかあんまいいと思う。やってたらなったら。そうそうそう、自然に人のため、人のためで、これどうやったらこう社会がとか考えて、みんなお金持ちになって、お金持ちになりたいがベースである人って多分破滅してる人やから、その考え方多分危ないと思う。そういうことね。え、まあいいこと聞けたね。吉本入ったね。ほんまに吉本マジで。これ入る。どういうつもり？どういうつもり？本気それ。本気っす。じゃあ今、その、送ろうや。送ろうや。その、私も。最悪。裏側の人なんで、ここで滑らされるんですか？え、僕、ここ全国で滑るんですか？全国の人見ない。何やろうかな。ちょっと考えてみます。考えてください。あ、払え。トムキンさんとか頼んだんや。トムキン、仕事くれるよ。いや、なんか困ったことあったら連絡してって、この間めちゃめちゃ困ってるやん。困ってますって言うから、また連絡するってな。シュウ君とかにも頼んでやっていったらいいやん。シュウにも土下座するしかないな。これはもう生でいけんちゃう、これね、これね。そんなチャレンジ企画生で。そっちかい。こいつやばい、ほんまに。なかったな。
人の携帯やと思って追い込まれた人間とここまで住んでるんだ周りのサッカー上手い人って頭回転も早い一人スルーパス面白いや喋りも俺関係あると思うね結構守んなやろこいつ思うおもろいで。なんとも言えないじゃん。ミスりすぎや。まあ完全に思わないだな。面白い面白い。何やねん。なあ高志な。食べてな。俺が払うけど。俺が払うけど。ゲタ君ごちそうさす。俺のせい俺に言う。あ抜いてんの。僕中は。うん。炭水化物うん全部全部やけど朝昼は食べてうん結構健康的な生活してるめっちゃ俺そんなでもお金になんか執着ないあもう別に気にせずって感じ、うんまあ、全部奥さんに金渡してるからそこから奥さんが俺に金を配ってくるからでその税金一応ねなんぼなんぼすかこれ切りたいんちゃうかな何言わなかんねまあ、ピー入れるからでもそんな決まってない欲しいって言ったらくれるし一応俺の口座はあってそこにちゃんと最後の一桁をピー入れるからちょっとほんまに少ないほんまに少ない絶対言わへんな引き出す引き出し言うか好きな人はたかしを好きなんですよもうちょっと健太君小皿取って小皿はい喋ってる暇があったらじゃんじゃん小皿牛脂でもなんか役に立ちたいな人のねなんかできることあるか俺なんかできることあるか人に聞いて見つかるようなことなんか最初からやらんほうがいいんちゃう厳しくないですか芸人やなへんのここでしか出されんからあの芸人の方いるじゃないですか。ああ、ひらけん。の二人でめっちゃおもろいです。じゃあ俺それちょっと思ってんねや。もうやろうかなみたいな。その二人とかもあいつ新喜劇やめんねや。へえ。あ、そうなんですか。占い師やめろって言われた。だからガチでやめる。新地に飲みに行ってる会のやつめっちゃ好きやつなんですか。ああ。その性格で人見知りと。あの YouTube を見た人が星原選手って言ってさ。あの YouTube を見た人がね、ケンタが人見知りやったら、ドン引きやで、ほんま。あの YouTube してる人だから、はい、どうも。あ、こいつやべえやつだと思われる。でも奥村さんおらんくなったら、確かにちょっと痛いね、逆に。あ、厳しくなるから。ちょっと分かってくれてるとこあったよ。まあ、痛いやつやったな、ケンタ君は。痛いやつとハゲてるやつで。ちょうどね。あ、なんですよ。奥村さんハゲてないです。結構広いだけ。え？下のケースあります。何言わなかった。あかんこいつ。取ってる人多いって言うよな。でもドイツいたからさ。ドイツの選手。海外の選手は結構取ってる選手多い。高橋はそれ。うん？だから誰俺の下の毛があるない誰が興味あんねんって。言わんやんテレビで。言わんよ、当たり前やそれは興味はある人がいいひんかね人が興味ある話を振っていかないとちゃんと意味がないあ、これ持っていってもらっていいですかあ、はいどういうこと聞いたらいいどういうこと聞いたらじゃあどこにターゲットを当ててんの毎回ターゲットテーマ準備してないんですかテーマ準備してないそのどの年齢層に見てほしいのどの職業してる人とかどの子供どういうだからサッカーやってる子供たちに見てほしいとかあそれがもう普通に20代の女性やったっけじゃあもうパーソナルだとパーソナルだとそうパーソナルだとねじゃあ全部変えなあかんであじゃあ時間帯によってターゲット変えようねそう時間帯は YouTube に関しては見る人の時間帯最近 YouTube さこの時間これこの話題この時間あるやんな それでちょっとターゲット変えていくって20代の女性に向けてはいなんか聞くところによると県で聞いてるんですよなんでいやもう絶対あかんどうしたらどうしたらその選手と絡めるんですか絶対あかん
ほんま自分で言って自分で切らなあかんの分かってない。今のとこ全部分かんない。まあ、B 入ってたらまあおもろいおもろいけど、 B 入ってなかったらマジで入れてや。はい、入れるのかお前、はい、ほんまに扱いのかこいつおちゃんこんな扱いにくい素材おらんねん。20代女性最近脱毛とかも流行ってる。ああ。そのやっぱアンダーヘア事情とか。あ、やっぱりそうなるんや。やそうなります、ね。もともと毛薄いから。たかし。体毛はね。ちょっとあんまりあれや参考にならない。ポテンシャル高いっていう。ボーボーの20代の女子に向けてのあれやから。20代女子がなくなってるやん。ボーボーのついてもボーボーの20代の。じゃあ宇佐美選手 の, そのドリブルのなんで上手になったかっていうのをもう一回聞くけど練習、まあ、それは分かるよ。でもそれしかないってことも逆に言うしかない。どのぐらいの年から練習したいんですか。俺は4年とかぐらいかな。小4 4年の時に今札幌の狛江って分かる。狛江よしあれが京都のサンガジュニアみたいな。で、俺試合とかよくしてて、あいつがもうあの当時からあのままやねスタイルドリブルもキレキレキレ、あいつ見てドリブルっていいなと思って、そのあいつと出会った次の日からドリブルめっちゃビッグダム練習するようになって。わかるかもしれない痛かないで、でも吉明から結構一番最初は狛江がもうすごすぎて、こんなドリブル上手いやついるんだ。みんな言うよね、めちゃくちゃ上手かった。キレキレキョンキョン話すと見えなかった。それ以上挫折とかあった。ありまくりです。挫折ありです。どいつでし全部でしょ。ずっと挫折です。ずっと挫折です。ずっと挫折です。初めての挫折。だからサッカーやっててよかったって思う瞬間がの方が圧倒的に少ない。喜びの方が辛さとか苦しさとかしんどさが 80% ぐらいで。俺じゃあどんだけ辛いの。それは知らんけどそれこれで辛かったらいやそれはだ人それぞれや。ちょっとしたことでもやっててよかったとか楽しいと思える人が別にいればそれはそれでいいけど、でもそんな感じかな。だから 70%80% はもう苦しいしんどいがあって 20% 楽しいから、その時の 20% の楽しい時のために耐えてるっていう。別にだからずっと楽しいわけでは当然ない。別にさレベルが高いとか低いとか関係ないもんね、その辛さ、自分の中で。それはそれなりにプレッシャーいっぱい出る。自分の中でしちゃってもやっぱしんどさの方が多いかなって気はするけど。したあの人サノって言うの。俺もサスケ見てたわ、なんとなく見てた、吸い寄せられるように。ええようやいやいや、みんなもう突破時間だけやで。多分最初のターン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 でドーンやマジで間違えない。佐野学っすよ。佐野学や、佐野学全然ちゃうやないか集中してよ。あら、弟が K、弟が K。 あ、そうなんですか。そう、弟、藤枝真由の練習生に来てて、めっちゃ男前。そんなこと言ったら、俺デステルドラフィーいた時、薬丸さんいるやん。オメザの。オメザってなんていう番組だっけ。ゴッ。アナマル。アナマルマーケットの。薬丸さんの息子、あ、なんかドイツ。クラブスタッフで研修で来てたで。ヤッくんの息子ですっつって。似てた。いや、似てない全然。でも男前だった。やっぱ男前なんやな。いいのし。あれも男前やもん。今探すなよ探してから言えって。ザスパにいたほら、ジャスティン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 誰の息子なの。ジャスティン誰の息子。近所の息子や。金城さん、新庄みたいに言うの。近所の息子やろ、それ。近所の息子やろ。トシキやからね。トシちゃんやから。ジャスティン、近所、トシキ。ええやつやで、ジャスティン。めちゃめちゃええやつやで。俺、あいつの誕生日に25万ぐらいする時計プレゼントしてる。タグ多いやん。つけてなかった。あ、つけてたかな。うん、でめっちゃ慕ってた。確かに、うん、相当よくしてくれたんやろなって感じたね。ケンタ君頼むわっつって言ったのに全然してないやろ。ジャスティンのことちゃんとしてない。あ、時計はあげれてない。いや、時計があげるイコールじゃないけど、面白い。
ったら宇佐美くんからのキャンプでほぼ毎日つけてますって言ってんねんけどね、多分ほぼ毎日はつけてないよな。俺もちょうだいつけるから毎日。お、なんでも一番安いやつで聞いてますじゃあちょっともうちゃんとやってくれてるやん宇佐美くんに。どいつでもほぼ毎日つけてるって言ったらその一日前の時は全然違う時計つけてるこういうとこ好き。でもあの大事すぎる時計ってあんま毎日つけたくないよな、ちょっとね。そうで、そのプレゼントした時も一日ずっと机の上に置いて眺めてたらしくて、かわいいな、ジャスティン。かっこいいのにかわいい。してない、こんなもん絶対してるよ。お金ない、こんなん見てへんやろ。これしてるよね。してます。してる。なんかサイコパスっぽい一番言われたくね一番言われたくねなんか血が通ってないから喋っててなんかちょっとどこの人とすんのそういうの、どこで出会ってどうすんの。えのネット Tinder とかちょっと、はい、マジで考えられへんわ。もう思いっきり自分の顔を使ってるよ。えどうですか、そのこれあの、なんて言ったやつだっけ、マッチングアプリってことでしょ。あ、マッチングアプリ。めっちゃやってましたよ。これ絶対使ってやる。これは使おうな。彼女です。彼女おる？彼女いますよ。知らんけど。やってないやろ。やってないやろ。え、彼女いる？え、彼女いないです。自分のことも晒せよ、お前。人のこと散々つついてきて今のは全面カットした。女子受けだだ下がりしましたね。いや下がってんの。俺もあの YouTube のさアナリティクスあれ見てたら、はじめ男と女の割合5:5とかやった。そうですね。っていうかむしろ女の人多かったよ、6割の。今9:1とかやる。女の人は見てくれてないってこと。そう、男9、女9。確かに男受けの YouTube やもんな、内容はね。でも男をターゲットにした方が作りやすそうじゃない。無理しんでいいやん。女の子をターゲットにしたらやっぱ自分がしたくないこともしなあかんと思うで、うん、自分がやりたいことでこのコンプラだってその脳持ってないねん女の子が喜ぶ脳をさだっていや俺らって男やからさ分からへんやん結局女の子の気持ちなんて。そうだから別に女の子が好きそうなやつなんて今日一日のコーデとかさあげれへんやんやろ。だから男の子を、男とかこうのぶとい声出す人をターゲットにして、その人たちが離れへんように、その人たちが夜10時ぐらいからビールいっぱい飲みながら見てちょっと笑う、家族が寝たと笑うみたいなことを目指していけばそっちやと思うけどね、健太君は。そうで、でもジムではめっちゃちゃんと仕事してる。その子の来たら、うん、もうめちゃくちゃそのギャンブル。そうな、そこでもいい加減やったらかも。そこでもいい加減やったら死んだ方がいい。死ぬな。じゃあもうやっぱ、まあ、渡部師匠って言ってるぐらいやから。渡部師匠、俺渡部師匠って言ってるぐらい。あかんだからやっぱ別に意見で何でしょ、大変なこと言われたもんね。一生欲しいな。塩系男子どうですか。塩顔男子な。塩顔K つけんねやったら塩顔系ってちゃんと塩の K、 塩系男子ってだから塩好きな人だから佐野 K みたいな。コロナ橋から入ってとにかくどんどん減ってくる。コロナ橋からコロチオでコロチオチキチキペッパー。何がほらんの。何ありがとう。でも忘れるね、ちょっとカメラ回ってこんな感じで撮られたら。でも その方がいいやん、ね、自然な。だから YouTube っていいんじゃないの。そういうさ、ちょっとテレビ感っていう、うん、日常がさ相手がで俺やし、その間違いない、気使う必要ないもん。気使う必要ない。絶対たかし、こういうたかし出していた方がいいと思う。出しところもないし、ニーズもないから。あるよ、あるやんな。今でもサメが一番上手いと思う。いいな、その人たちのために来季頑張ろうと思います。今季ブチがいいんだよ。マジ俺ウサミめっちゃ好きなんですよ。マジで俺もブチ君好き。ブチもだって妹まで好きやん。ああ、そうかそうか。やってんの。やったあ、プレイの方。プレイ、プレイが好き。プレイ、プレイ、プレイよ。プレイが好き。そう、それもあかんやん。サッカーの、ね、またおかしいんだろうな。
え、マジで俺が許可せずにサムネも動画も出したらマジで告訴するから。いや、ほんま自分らほんま告訴、あの、ほんまあれやで、ただの裁判やね、始まるの、君たち俺の許可なしにあげたら知らんだよ。いやいや、大丈夫大丈夫、俺は知らん。ロマネコンタン、こちらもタレついてますので、ティーじゃなくてティンじゃないよね、ティン。今下ネタすか。え、ロマネコンタンもちょっと下ネタだけどな、どこだ。